ちょっと駅員、はい、どうされました。駅で鳴ってるピンポンっていう音、耳障りだから消してくれるか。お客様、このピンポンという音は盲導輪誘導式チャイムと呼ばれるものです。なんだそれ。目の不自由なお客様を建物の安全なところまで誘導する装置となっております。あー、そんなもんか。俺には必要ねえから消してくれ。お客様はいらなくても必要な方がいらっしゃいますので消すことはできません。融通の利かないやつだな。こっちはうるさくて集中できねえんだよ。そう言われましても困ります。黙って消せばいいんだよ。誰も困りゃしねえよ。すいません、駅員さん。はい、どうされました。あ、よかった、駅なんですね。私、目が見えづらくて、このピンポンの音を頼りにいつも駅まで来るんです。なので本当に助かってます。おー、よかったです。え？あ、すいません、先に誰かいらっしゃいましたよね。あー、はい、ちょっと待っててくださいね。はい。で、お客様、何でしたっけ？いや、今日も天気がいいな。行ってくるわ。行ってらっしゃいませ。あの人、それだけなんですか？みたいですね。ちょっと行きん、ちょっと行きん、ちょっと行きん、ちょっと行きん。何でしたっけ？で、で、お客様、それではお客様、で、お客様、何でしたっけ？すいません、すいません、金さん、すいません、金さん。